竹内さんから新着ニュースです。はい、その時現場は前が停滞ほどの吹雪だったとします。停車していた車にバスが衝突、少なくとも9台が絡む事故となりました。三つ葉美味しいよ。レタスもどうぞ。Thank you.
みんな腹いっぱいになった？よかったね。お腹いっぱいになったよね。こんだけ口の中膨らましてるハムスターたちも、ちょっとしてから見るともうみんな食べ終わっちゃってます。口の中ね、すぐ溜めたの食べちゃうんだよね。偉いね、君たち。でもその割には大きくならないね、今回ね。それがいいや。あんますぐ大きくなっちゃうと楽しみなくなっちゃうからさ。ゆっくりでいいよ。大器晩成でいいよ、君たちは。